で今日はですね、はい、TikTok で人気の方にね会いに来てます。 TikTok 誰かわかります？もしかしてハリツ？ハリツわけねえだろお前。違うの？あんな汚ねえさ、腐った豆腐きれいきれいで洗って食べんだあいつ。いや有名よあいつ。コロナより汚ねえや。まあ再生えぐいけどね。まあこの背景には確かに合わないか。でもねハリツさんよりすごい。えハリツさん以上？もう影響力半端ない。特に中高生の男子。えそんな人いる？めちゃめちゃすごいです。誰？この方です。どうぞ。握力なら右は70キロ左は90キロあります。レインボーパンチのザ・ビーフです。おいビーフじゃねえか。うわービーフさんだ。いやお前どことコラボしてんだお前。お前底辺と底辺のコラボが一番寒いんだからな。寒いね。ビーフさん知らない方もねいらっしゃると思いますんで、うん、ちょっと軽く説明しますけども、はい、シゲの五郎です。あ簡単に言えばシゲの五郎。まあ簡単に言うとシゲの五郎のモノマネがめちゃめちゃ似てるっつってね、最近 TikTok でバズってるんですよ。ああそうですね。なんでまあ説明するより一旦見てもらいましょうか。そうですね。なんかちょっと1個いいです。あ1個いいですよ。じゃあ、カイドウの、夢島組と特待生、チームで試合をした時の一瞬右投げに戻るシゲの五郎やります。はいはいはい。どこだ？ほら打てよニルスラッカー。薬師寺に行ったやつですね。薬師寺のところだ。薬師寺に行ったやつ。薬師寺のところだ。薬師寺の気持ち確かめるシーンだ。そうだね。そうですね。で、あいつね、絶対ホームラン打てんだけどファールにすんだよな。そうだな。はい、すいません。突如大雨が降ってきましたんで。トラブル。底辺と底辺がやるから。そう。天気もこうなるんよ。今回やる企画をね、言いたいんですけど、はい、メジャーの名場面ジェスチャーしりとり。おー、面白そう。どういう感じなんですか？これは単純です。メジャーの名シーンでしりとりをしていけばいいだけです。あちょっと手本見せてね。手本ごめんなさい。まあ、俺のお箱になるんですけど、五郎の球筋を確認する渡嘉敷。やる気なさそうにね。今ね、五郎の球筋を確認する渡嘉敷。なんで、気がつくもの、なんでもいいです。あ、気がつくメジャーの名シーンをやってもらいます。おお、なんか気あります？いいね。気になるんだろう。切れるシゲの五郎。ちょっと五郎起きなさい。何やってんの？今日試合でしょ。うるせえな、どうせ今日俺は投げねえんだよ。さすがビーフさんや。これを、まあ、5、6回繋いでいきましょう。わかりました。ゴロだけにね、はい。じゃあまず第1問、青州学院田代のタイムの言い方。タイム。おいシゲノ、なんだ今の球は。はい。ちょっとタイトルいいですか？はい、青州学院田代のタイムの言い方。たこれまたタネ？タネ？たまに打つ宮崎。あ、俺だって。ああ。田代と宮崎でさ、視聴回数取れないだろう。宮崎すごいんだよ、ここの下のボールを。ちゃんとめちゃめちゃ伸びて取るから。こうやってやってますね。最終日の時ね。あんなレベルでファーストなんだあいつ。切れるキュータの父。もういいキュータ、お前はマウンド降りろ。似てるなぁ。鳥肌立った。なんで言いましたっけ。切れるキュータの父だって。父っすね。父早いなお前は。いや、すごい。さすがや。メジャーオタクですか。チね。チ。いきます。血まめを気にする前原。いてててて、またまみが潰れちまったよ。めっちゃ似てる。あいつな、ゲームばっかしてると思ったらちゃんと振り込んでんのよ。すごいリトルにはリトルできましたね。確かに。うん。前原だってお前。さっきの聞いてた。いや有名なキャラクターよ、ね、佐藤俊也とかさ。うん、みんなが見て喜ぶやつやれよ。でちなみに何で言った？血まみを気にする前原。ら
じゃあこれ当ててください。クイズ形式、クイズ形式ね。いきます。え、始まってる、始まってる、始まってる。この手がポイントです。え、多分あれちっちゃい、ちっちゃい頃のゴロと手つないだりなんで。惜しい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 。ゴロじゃない、ゴロじゃない、ゴロじゃない。あ、分かんないですね。はい、乱調が続き引退を決意する重野秀樹でした。あー、いや、あーじゃないっすから。あーじゃないから。バカだけねえだろ。分かったけど、だって第3シリーズのオープニングでこうやってやってるでしょ。あー、プレザーゲーム。そうそう、言われたら。じゃあもう一回最初からです。ちなみにちょっとやっべーってもらっていいですか。あ、ゴロですか、わかりました。やっべっ。めっちゃ似てるやん。ボールが上に行っちまって。第一問、青州学院内山の部活に入る瞬間。ああ、いいシーンだね。俺だって本当は部活やりたいんだよ。公園のベンチの、はい、公園のベンチで。お母さんがね、いっぱい働いてんだよね、お前んちみたいに。そうそうそう、ね。俺んちの母ちゃんの話はいい。ダブルヘッドやってるでしょ。ダブルヘッドやってるね。昔ヤクルトレディとファンの配達やってたけど。今のは野球、え、うち、なんて言いましたっけ。青州学院内山の、まあ、部活って言っちゃったんですけど、瞬、あ、うん、うんなっちゃった。あ、ミスター、ミスター、ミスター、ごめんなさい。間違えた。第一問、早乙女太一。どう？気持ちいいかしら。似てる、似てる、似てる。はい、タイトルが早乙女太一です。うです、シンプルできたな。そうだね。う、う、打てなくて落ち込む藤井。どこの、この4番の俺に敬遠だと。うわ、出た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 、ちゃんとやってくれ。これで終わりだ。なんだ、中学生の僕に当てられるようじゃ大したことないね。我慢の限界を迎え荒れ狂う榎本。俺はカイドウです、エースだ。こんなところで黙ってるんじゃねえ。ふざけんな、ふざけんじゃねえ。うわー、やめろ、何をする。うわー、だからね、ヤサグレッカーね、及川とムタとね。そうね、及川って阪神だよ、それ及川な。及川か、同じ感じだけど。あ、横浜高校出身の及川じゃない、左ピッチャーじゃねえの。じゃあラストですね。はいはい、だからこれまたクイズ形式で、おお、これ当てたらクリアです。なるほど、なるほど。なんでまあ、根から始まる、もう多分みんな知ってます。知ってる。はい、いきますね。処分が下るのはどっちでしょうね。さあ、炊き込みチャンネル2期生募集しました。2期生、はい、サイドクチャンネルなりたいか、2期生なりたいです。絶対なりたいか、お前ら入れてください、サイドクチャンネルに。タッさんの答えですが、あそこまでがストライクゾーンです。確かに。ではいよいよ発表します。いるぞ、ここになりたいか。最終獲得点数、皆様、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ナイスバッティング、ゴーチャイアンツ。